金情報局。はい、皆さんこんばんは。10月18日金曜日、週末の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、はい、レイワーガスからお送りする週末マルキン情報局、ね、この時間は、私二郎と夏子とコンゴロマンです。はい、皆さんにお送りします。はい、じゃあね、早速週末の情報をお送りするんですが、その前にね、ちょっとこうなんかトピックス的に、ね、情報が出されます。じゃあまずね、こちらからお願いします。はい、なんとレディオワーカースメンバー高山直人さんですね、直人さんが、アルゼンチンのコスキンフェスティバルに出場する日本代表に選ばれました。こちらですね、来年の1月に南米アルゼンチンで開催されるコスキンフェスティバルにて高山直人さんが、ね、これ何の演奏でしょうかね、サンポーニャでケーナと、うん、で演奏を出場することが決まったそうです。これは大抜擢なんですよね。日本代表ですもんね。すごいですね、日本の代表ですからね。日本代表とかって呼ばれてみたいよね、一回ぐらい ね、うん、オリンピック並みな感じですよ ね、 ね、はあ、日本中で代表に選ばれたということですね。コスキン円ハポン、コスキン円ハポ ン、中南米の音楽祭ということですね。はい、こちら日本代表出ていただくということでございます。はい、ね、またこういろいろ情報が入ってくると思うんでね、楽しみにしてください。ありがとうございます。またですね、またレディオワーカースでもね、いろいろおなじみなんですけども、篠原信之さん、アワーホームというね、番組がですね、CRT 栃木放送から、毎週水曜日、午後8時50分、こちらで番組がやってるそうです。はい、ぜひファックスお待ちしてますということなので、郵便番号320-8601、栃木放送をロックオン篠原軍、ROCKON でびっくりマークね、篠原軍まで。ファックスが028-643-3311、メール ROCKON@radio.co.jp です。はい。はい。はい。情報はまだまだ続く。はい。続きましてはですね、こちらもまだ週末というわけではないんですけども、疎水スクエアアーカースの中にあります、スタジオアーカースのちょうど向かいの店舗ですね、ベリーズカフェが近日オープンします。パンケーキ&クレープ、南フランス風軽食などが楽しく召し上がれる小さな街角のお店です。なんかね、窓から見るとカウンターがおしゃれな感じですよね。またボランティア活動を通じて楽しい街づくりに参画いたしますということでね、スタッフの方がいろいろまたこう絡んでいただけると楽しいのではないでしょうか。運営は NPO 法人 ILSC 栃木さんということでございます。ね、はい、問い合わせ等は028755-0215、また、カジュアルフレンチレストランホワイトベリーさん、あそこの、4号線に近いところですね。美味しいですよ ね、 あそこのホワイトベリーさんも、運営に かかってらっしゃるということで、はい、028736-6854、ね、ホワイトベリーさんです。はい、花火だから、はい、今週の土曜日12月の19日なんですけれども、水の里焼いた花火大会というのが開催されます。はい、小雨結構好天順延、順延といってももしね、今日みたいにね、台風が来ちゃったとかいう時は、次の日に順延になるそうです。はい、開催場所が栃木県焼いた市文化会館周辺、打ち上げ数がなんと1万発平均で1秒間にだいたい2発以上上がってるという計算です。すごい数ですね。すごいですね。
切りなしに上がってる感じですよね。うん、坂山の花火大会で私ちょっと今年見に行ったんですけど、うん、坂山の花火大会も本当にひっきりなしに上がってるような感じでしたね。へー、うん、最後ね、なんかちょっと煙がこもっちゃったんで、最後の最後ちょっとよく見れなかったんですけど。先発です、5000発。あ、すごい、坂山の5000発ね。っていうかその倍ってことですよね。首が痛くなっちゃった。はい、ファミリータイムが、15時から18時40分、たくさんのお店が出ますので、まあ、出店が出るんでしょうね、屋台がね。花火大会が19時から20時30分、1時間半上がりっぱなしと。主催が焼いた花火大会実行委員会、焼いた商工会、焼いた市観光協会ということですので、19日はですね、こちらの方で、ね、ぜひ、パンパンパン、よろしくお願いします。はい、まだまだ、はい、続きまして、ゆるゆらファミリラオン塩バランタイムが、10月の19、20日今週の土日です。明日明後日ですね、明日明後日で開催されます。出店ブースでは親子でヨガ体験とか、こちらは先着順らしいですが無料でやってますね。で、あとは、ハンモック体験、釣り体験など、ですね、あと地元野菜でスーパージュースとか、こういろんな出店ブースが出ているそうなので、ぜひ立ち寄ってみてください。場所が塩原グリーンビレッジで、日時が、19日土曜日、20日の日曜日、どちらも9時から4時までの開催となっております。お時間ありましたら入場無料ですので、ぜひお立ち寄りください。はい、続きましてはですね、天空の星空鑑賞会ということで、ロープウェイで一気に登る標高2000メートルからの星空鑑賞ということで、星降る夜の日光白根山ロープウェイだそうです。群馬県の丸沼高原スキー場のロープウェイを使って、一気に標高2000メートルからの星空を楽しむことができるということがございます。で、また標高2000メートルにある天空の足湯も楽しむことができる。こちらはいいですね、なんかね、楽しみですね。で、今週末は特におすすめで、10月19日土曜日はなんと、タレントで天文宇宙検定3級で星空博士の篠原智恵さん、へ、ね、篠原智恵さんです。すごいですね、篠原ですよね。ね、まだ、ね、テレビでわしゃーっていう人ですね。いろいろなんかキーボードやら歌やらで大活躍してますけど、それからコスモプラネタリウム渋谷解説員の中田美恵さんのトークショーも開催と。で、入場条件はロープウェイご利用のお客様、ロープウェイの乗車券が必要なわけですね。はい。で、会場が17時、開演が17時半ぐらいから1時間程度ということで、定員が200名様程度と。ね、先着順で満員なりして終了ということでございます。で、21日と22日あ、今のその篠原智恵さんのが来るのは19日なんですが、あと21日と22日はオリオン座流星群を楽しむことができる、こういった話もございます。ロマンです ね、ぜひロープウェイ乗りましょう。はい、情報はまだまだ夏、あ、もっか、はい。そして、この20日サウンドクロスに大田原、はい、それでございます。はい、ですね、はい、20組のアーティストが3カ所のイベント会場でコンサートを開催するというイベントでございます。大田原の街中、カナ道路の交差点のあたりですね。会場が、3つ、セントラルステージ、これは新しくオープンするとことこと大田原、それからパークステージ、これはカナ道路の交差点のところをそのままステージにするということです。で、さらにガレージステージ、これは山手ビル駐車場、栃木銀行大田原支店横でございますね。はい、その3カ所のステージで、20組のアーティストが歌います。で、出演がですね、なんとメジャーから竹中恵里さん、なんと、そして、ジルデコアソシエーション、ね、これジルデコさん、そして、ね、またこう地元代表的なこうプロの方、ね、ラード、工藤慎太郎、そして篠原信義と、ね、はい、この3人で出ます。そしてなんと
あ、その前に他のなんとの前に他の出演者を紹介しとこう。ね、あ、ローズパンティーさん来ますね。で、フルーツバイキングね、こちらも楽しみだ。で、下野乙女さん、そして高島博さん、それからラブ4、お、すごい。で、そしてイースタンブルームで島雄大、小川哲弘でカモレ、チャボ、君島大輔、そして国際ロック取材ジャズ研究部ということ でさらにレディオワーカースから、私二郎と、そしてラフト、ね、そしてココブルーの3名出ますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。楽しいですね。はい、出演時間言っときます と、私二郎がガレージステージで10時半から、そしてラフがガレージステージで10時55分から、そしてココブルーが、パークステージで、10時半から、そして、あとね、身内というか篠原信義が10時半からセントラルステージ、みんな10時半じゃんというわけで、ね、あ、それから地元を代表するジャズバンドラブ4が12時25分から、ね、パークステージということで、ね、はい、どうも楽しみにしてください。はい、というわけでサウンドクロスインオタラ10月20日でございます。私ですね、はい、続きまして、ナスについて話そう座学ボリューム4が、ですね、10月22日火曜日夕方6時30分から8時30分まで、場所パルバルアミーゴさんで開かれます。参加費が1人500円かっこお茶代となっていますね。こちらが今回で4度目となる、ナスについて、ナスの魅力と課題を見つめて将来こうなったらいいなという話をしている回だそうですね。で、今回も10名以上の参加者が決まっていて、中にはナス町の高久町長さんも含まれていられるそうです。なんか意義深い座学お話し会になりそうな感じですね。お時間ある方ね、ナスについて、ナスを愛している方はぜひ参加してみてください。情報はまだまだ続く。はい、続きまして、塩原温泉果物屋カフェさんでリニューアルオープン祭りが10月の26日土曜日夜6時30分から、会場7時開演で開催されます。あ、通りの茶屋藤屋さんですね、失礼いたしました。入場無料でビンゴゲームがあるそうです。で、演奏もですね決まっておりまして、地元、こちらファンも多いラブ4さんのライブと、あとお手元さんというメロン亭上田さんのグループが出場となっております。はい、こちらは入場は無料なので気軽にお立ち寄りくださいとのことです。丸々が景品藤屋特製ビンゴゲームの参加無料広くますます楽しくなった藤屋さんで楽しいひとときを過ごしましょう。丸々って何でしょうね。すげー気になるね。はい、続きましては、はい、2013年那須の巻き狩り祭り、ね、1日目、2日目とか、もう地元では有名な、ね、お祭りでございます。10月26日土曜日午前9時半から午後3時、それから、10月27日午前8時45分から午後3時ということで、1日目は那須塩原駅西口駅前広場、そして、2日目はですね、那須中川河畔運動公園ということでございます。ね、もう大正鍋、出陣式と巻き狩り鍋、みこしパレード、黒石さん巻き狩り太鼓と、それから、いろいろステージと、ざっくり言ってしまいました。もう皆さんご存知ですね。はい、というわけで、10月26、27日は、ね、那須の巻き狩り祭りということでございます。はい、よろしくお願いします。はい、あ、
失礼しました。そうでこの出陣式ね、ね、本当ですね。1日目の出陣式の司会がなんとアクアタイムのパーソナリティであるラフ君がねやるということで、ぜひね彼のこう晴れ姿をね見るのも楽しみじゃないかと思います。はい、巻き上げます。始めましょう。はい、最後にはございますけれども、はい、ちょっとまた先になるんですが、11月2日土曜日なんですけれども、劇団楽人座、那須野大臣のね、いろいろなあのご協力いただいている、まあ劇団楽人座さんなんですけれども、雪と鬼姫、こちらの公演が、那須野川ハーモニーホール、ショーホールでございます。会場は13時30分、開演が14時、大人1800円、子供900円。だそうです。これはまた近くだったらね、ご紹介できるかなと思います。はい、はい、今週の情報は以上でした。はい、それでは楽しい週末を。今週もわがままマルキン情報局をご覧いただきましてありがとうございました。皆様からの情報もお待ちしております。メールは m8@radioaquas.net m8@radioaquas.net